どうも、吉田です。今回もこの動画を見ていただいて、本当にありがとうございます。今日はですね、福岡にあります、串田神社っていうところですね、芸能人の方とか、多くの方がですね、一般の方もそうですけど、節分ということで、集まっております。で、早速ですね、行ってみたいと思いますんで、ぜひ、動画を見てください。はい、それでは行ってきまーす。はい、串田神社の豆まきに、節分ということで来ました。おーっと、人がいっぱいいます。串田神社に行ってきました。どうでしたか？多くの人がですね、いっぱいいましたね。で、節分も芸能人の方々がですね、豆まきをしておりました。やはりですね、こうやってイベントとか、日本の文化、そしてこの節分というのは、非常にですね、やっぱ大事だなと思いました。はい、今日はですね、ここまでなんですが、次回の動画でビジネスの市場についてお話ししていきたいなと思っておりますので、ぜひ、見てください。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。皆さんにとってですね、健康と、そしてご多幸を祈ってですね、私からのプレゼントです。おにわー外福はうち。それではまた動画アップするんで、また見てください。こちらにですね、YouTube のチャンネル登録もありますんで、ぜひチャンネル登録してください。